またお会いしましたね。大丈夫。心配ありません。きっとうまくいく。一緒にレスリングをやりましょう。苦難の末に23日に東京オリンピックが幕を開けます。未知のウイルスによって1年延期。まだまだ収束は遠い。いつもなら大勢の選手が一堂に出す、か返する決断式の密を避けるため、 ほとんどオンラインで参加。君が代は歌声は禁止で演奏だけ。結び合う5つの輪に象徴される団結と相互理解の精神が宿る平和の祝典は賛否が真っ二つに割れました。